皆さんこんにちは、フラット TV のしのです。今日は皆さんにお知らせがあって動画を上げています。実はですね、私自営業で英会話スクールをやってるんですよね。今まであんまりここで言ってなかったんですけれども、今回は英語のセミナーのお知らせをさせてもらいたいなと思います。今回英語のセミナーをするんですけれども、英会話ができるようになりたい人のためのセミナーです。リーディングとかライティングとかではないので、英会話ができるようになりたい方はぜひ聞いてください。今回はですね、1月25日、26日、来週の週末、それから2月の1日、2日、再来週の週末、どちらも18時から20時。今回は京都駅周辺になってしまうので、関西圏以外の方はちょっと申し訳ないんですけれども、ぜひ関西圏の方は参加していただきたいなと思います。今回のセミナーのトピックですが、大人のための話せる英文法セミナーです。話せる英文法とは何でしょうって思った方もたくさんいますよね。まあ、そこちょっと説明したいと思うんですけど、話せる英文法って何かっていうと、まず英語を話すために必要なことって何だと思いますか？まず一つ目はですね、まあ当たり前のことなんですけど、英語を話すことになれるっていうことですね。たくさん話すってことです。日本人で単語をたくさん知ってる、例えばアップルって言われて分かんない方ってあんまりいないですよね。単語はたくさん知ってるのに、いざ会話ってなると会話できないっていう方がほとんどなんですね。それなんでかっていうと、話し慣れてないからですね。だからそういう方は、まあたくさん話すっていうところからまず始める、これはまず大事なことです。ただしもう一つ大事なことがあって、大人が英語を話せるようになるには2つ目、ここが大事です。英語のルールを理解するっていうことです。この英語のルールってつまり文法のことなんですけど、大人が英語を話せるようになるには、ただ単に聞くとかただ単に話すだけじゃなかなか上達しないんですね。ルールをしっかり理解して、これはこういうふうに作ればいいんだなっていうふうに論理立てて頭の中で作ることが大事です。ですので今回は英会話で使える話せる英文法というテーマでセミナーを行いたいと思っています。実際ですね、マンツーマンレッスンで文法をお教えすることもあるんですが、会話ができるようになりたい人なんですけど、そういう方に教えると、あ、過去形ってそういうことねとか、あと現在完了と過去形の違いってそういうことねとか、そういう方もたくさんいるんですよね。なので、ぜひ今回2時間の4時間、合計4時間1つのコースがあるので、4時間でぜひスッキリしてもらいたいなと思います。そしてですね、今コース2つあるって言ったんですけれども、初級コースと上級コース2つに分かれています。初級コースですが、初級コースはまず英語の文章の作り方そのものが全く分からない、動詞って言われても動詞って何、そういう人にぜひ受けていただきたいセミナーです。そういうところから、小さいところから順番に分かりやすく説明していくので、英語って、あ、そういう風に成り立ってるんだっていうのが分かるようになります。つまり話す時もこの順番で並べればいいんだなっていうのが分かるようになります。そして上級コースですが、上級コースはちょっと進んで、ネイティブにもっと近づきたいっていう方とか、今簡単な文章だったら作れるんだけど、もっと表現の幅を増やしたいっていう方に受けていただきたいコースです。このコースではちょっとネイティブに近づくために、難しそうな、難しく聞こえる英文法をやります。例えば高校中学でやった仮定法とか覚えてますかね。仮定法 if とかやつですね。それから現在完了 have とか使うやつとか、まあ今言われて、あー、なんかそんなのあったなっていう感じの方もいると思いますが、そういったものを中心にネイティブに近づく、それから表現をもっと幅を広げる、そういうセミナーをやっていきたいと思っています。はい、この2つのコースがありますので、自分のレベルに合った方を選んでいただければいいかなと思います。下にリンクを貼っていますので、詳しいコースの内容、それから料金、あと時間とか、そういったものを知りたいっていう方は、ぜひ下のリンクからホームページに飛んでもらって、詳細を見てみてください。2014年英語を喋れるようになりたいっていう方は、ぜひ私と一緒に4時間頑張りましょう。そして楽しくやりますので、あまり気負わずに来ていただければいいかなと思います。ぜひ京都駅で行いますので、関西圏の方、それから京都にその日いるっていう方は、お会いできるのを楽しみにしています。では下のリンクからぜひチェックしてみてください。以上です。ではセミナーでお会いできることを楽しみにしています。
バイバーイ。